はい、こんにちは。今日はね、ちょっとね、雑談会なんですけど、皆さんってまあ、このね、動画を見てくださってる、皆さん、おいくつぐらいなんですかね。多分俺の動画なんでね、結構俺、まあ、50代以上の方が多いかなとは思っているんですが、ですね、何の話かというとですね、まあ、今俺、61歳、今年でね、今年秋に62歳になるんですけども、なんかね、昔っつってもそうですね、10年15年ぐらい前、だから45歳、40代後半ぐらいはね、まあ、バイク乗っててね、1日の走行距離ってもっと長かったんですよ。そうですね、まあ最低でも500キロぐらい走らないと満足しない、大体そうですね、まあ、もちろん行く場所によりますけども、大体600キロから700キロ、多いと800キロぐらい、1日で走ってたんですよね。で、まあ今ね、ちょっと時間的にね、厳しいっていうのはあると思います。仕事の関係でね、もう寝るのが朝なんで、まあ、どうしても起きるのが早くても10時ぐらいとかなんですよ。で、最近はもうほとんどお昼みたいなね、感じになってしまっているので、まあ当然ね、行動時間っていうのがね、限られちゃいますよね。まあそのせいもあるとは思うんですけど、まあそれも確かに時間的な問題もあるんですけども、なんかね、なんだろう、疲れちゃうっていうか、あんまり長くこう乗る気がしないというか、そんな感じですね。まあ別に、なんていうのかな、1日200キロぐらいで結構そこそこ満足しちゃったりとかしたりするっていうのがね、最近多いですよ。で、まあそれが嫌なのかっていうと、まあ別にそれ自体が嫌というよりも、まあどうしてもでもね、その走行距離が短くなってる分、まあ行ける範囲っていうのがね、当然だけど狭くなりまして、そうするとね、なかなか、なんていうのかな、うまく楽しむことができなかったりとかね、まあ、俺の場合ね、道に迷えなかったり、知ってる範囲内で動いちゃうから、ほとんど、ね、知ってる道ばっかりしか走らなかったりすると、ちょっとそこがつまんないなぁなんて思ってるんですけど、まあだからこれが年取ったからなのか、最近お疲れ気味なのかちょっとよくわかんないんですけどね。まあ確かにね、ここ5、6年のもう5、6年かな、ちょっと私事の方でね、なかなか、いろいろきついことがありまして、まあ、よく眠れないとかね、まあ、いろいろあるのは確かなんですけど、まあそれもあるのかな、まあプラス、単純に年取ったよねって話なんですけどね。そうなんですよ、なんかあんまりこの500キロ、600キロ走ってどっか行こうっていう気になんなくなってきてるのがね、ちょっと。ちょっとどうなの俺って思いながら、今こんなね、お話してますけど、そう、年取ったって言えばね、この間年末ジャンボが10億円じゃないですか、今全部合わせて。で、まあ俺別にね、買ってないんで当たんないんですけど宝くじね、買ってないんで当たるわけないんですけど、たまたまお店のお客様とね、なんかそんな話をしていた時に、10億円あったらどうするみたいなね、よくありがちな話ですよ、ちょっとしてたんですよ。で、まあみんなそれぞれね、なんか
あれ買うだのこれ買うだのなっていう話したんですけど、俺ね、俺パッと思いついたのが、まあちょっと今いろいろ事情があってですね、あの実際にあの今手元に車が、まあないって言えばないんですね。うん、その状態なんですよ。で今あの現実的にね、軽自動車の中古でね、なんか安いの欲しいなーなんて思ってるんですけど、まあ、なかなか経済的なことでね買えないんですけど、だから10億円あったらって言われた時に真っ先に思いついたのそれですよ。あ、K の中古買うな俺って。別にポルシェでもフェラーリでもいいだろうっていう話があるんですけど、10億円あんだから、あ、K の中古だな俺って思ったんですよね。しかもね、10年ぐらい前のとかね、60万ぐらいでも買えるのかなとかね。全然。で、そのまあそれを聞いたねお客様はね、K の中古みたいなね、もっとなんかベンツでも何でもあんじゃんって言われたんだけど、そこにね頭がいかないんですよね、どうしても。まあ、なんでかっていうと、例えばじゃあポルシェのね GT3 とかあるじゃないですか。あれ結構好きなんですけど、まあもちろんね10億もあったらポルシェで GT3 なんかもう何台でも買えますって感じじゃないですか。でも考えるとね、いらねえなって思っちゃうわけですよ。もう俺必要それって考えちゃうんですよね。そうすると、ある程度、まあ、そんな突き詰めて考えるわけじゃないけど、ある程度考えると、もう、K の中古で十分だなっていう話になっちゃって、もうせめて新車にしとけよと思うんですけど、あくまで中古なんだっていうね。だから、なんでしょうね、若い時だと、もっとなんか、ああ、こんないい車が欲しいとかね、どっかの海外のとこどこ行きたいとかさ、まあいろいろあったわけですよ。そういう夢物語でね。ところがそういうのがなくなってきちゃってて、これってもうおそらくその物欲がなくなってるってことだと思うんですけど、これはやっぱり年取ったからってちょっと思っちゃうんですよね。で、俺年取ること自体は別に嫌いじゃないんですよ。まあ体力が落ちてっちゃうとかね、体が衰えるとか、もうすぐ死ぬんだなとか、そういうこと考えるとちょっともうもちろんね怖いなと思う部分はあるんですけど、年を取るこそ年齢を重ねるということ自体は別に嫌じゃないんですよね。まあ、ただやっぱりそのバイク距離ねあんま乗れなくなったとか物欲がなくなったっていうのは体力がなくなるとかね、あるいはまあそれで集中力がなくなるとか、まあいろいろなね理由はあると思うんですけど、まあね、でもまあ本当にバイクだけはね、10億当たろうが何しようがね、手放すつもりはないんですけど、何かしらね、大きいバイクじゃなくてもね、小さいバイクでも、それこそ、ね、50cc のスクーターだろうが何だろうが、何かしらね、乗れる限りは乗っていきたいと思ってますけどね。まあ、だらだらと、まあ、結論としては、ああ、年取ったんだ俺っていう話でしかないんですけどね。渋滞の中でね、そんな話をしております。まあだらだら喋りすぎてもしょうがないんで、この辺でね終わりしましょうかね。まあそんな感じの雑談でした。それじゃあまた、バイバイ。